人はいつか必ず死ぬ。どんなに希望に満ちていても、幸せにあふれていても、運命という死神は大切な人を奪っていく。そして僕にはその死神が見えてしまうのだ。の通り道だから。誠、おはよう。よせって。じゃあ葉月ちゃん、僕は本気だから考えといて。はい。元気ないね、誠。葉月が元気良すぎるんだって。そういや、遅い時間に着信あったけど。あれ、なんだかちょっと眠れなくて。見たよ、葉月。大学の ESS サークルのイケメン。あ、うん、朝練してるんだ。いいな、美男美女。私も送ってほしいな。From the west stopped suddenly and released his arm. You are not Jimmy Wales, he snapped. よし、ベリーグー。さすが英語部。そういや、堀内、みんなに言うことがあるんじゃないのか。え、じゃないだろう。せっかく日本代表に選ばれたのに。しかも NASA に行くんだ。22角なり同玉、33角なり。あいつなんで学校に。走るなよ。堀内、資料来たぞ。NASA、NASA。はい。
君とは長い付き合いだよね。しゃべった。今朝も熱い視線を投げかけてたろ。君は死神なんだろう。だったらどうする？やっつける？しないよ。どうせ僕には何もできないから。どうにもならない。誰も耳を貸さないし、どうせ気味悪がられるだけだから。当然だよ、僕だって死神が見えるだなんて。こいつは頭おかしいって思うよ。で、見えなかったことにすると。それに見えるだけで何かができるってわけじゃない。賢明だね。世の中には逆らえない運命ってやつがある。君が来たってことは僕の番なんだな。違うね。君には別の運命があるってことさ。別の運命、別の運命、それって。話せるのか？そうみたいね。候補者ってことか。マークしとけ。了解。余計なことしちゃダメよ。分かってますって。運命か。ご両親にもちゃんと説明してな。はい。推薦も取れたし、あとは頑張るだけだな。はい、頑張ります。じゃ、電気消しとけよ。葉月はすごいな。夢を叶えて。まこと？ねえ、もう一つの夢も叶えてよ。お前、いいのかよ、サボったりして。一度こういうことしてみたかったんだ。気持ちいい。おい、なんで？昔はよく手をつないだじゃん。昔っていつだよ。男でも女でもない頃。すごい、これ本当に葉月が作ったの？うん。嘘。お母さん。やっぱり。でも手料理なんて久しぶりに食べたよ。よかった。まこといつもコンビニのパンばっかりだから心配してたんだ。ごちそうさま。桜ももうじき咲くね。今度は私がお弁当を作るから一緒にお花見しよう。そうだね、おばさんにお願いしとこう。で、話があるんだろ。あんまり無理すんなよ。お前、自分を追い詰める癖があるから。あのさ、みんなの期待を裏切ることになったらどうする？なんともならない。なるようにしかならない。自然体で行くしかない。だろ？だね。私ね、卒業したら付き合おうって言われちゃった。明るくて一生懸命で前向きなところがいいんだって。ありがたいけど今はそんなこと考えてるよ。誠？いや、あ、やばい、塾行くの忘れてた。急がなきゃ。じゃあね、まこと。変なこと言ってごめん。分かったよ、父さん。じゃあ適当に食べておくね。じゃあ。
いやいや、そんなことより奴らはどんな時に現れるんだ。みんな落ち着いて聞くように。昨日の夜、堀内が交通事故に遭って病院に。大丈夫だよな、ハズキ。間に合わなかったな。お前もうすでに抜けてしまっている。抜けて、そう、抜けてる。魂がね。タイムアウトギリギリかな。何言ってんだよお前が。抜けた魂は化け物になる。時間とともにね。母親からのデータは取ったけど見つからないんだよな。知ってる？何を。魂の行き先さ。ここにあるのはただの抜け殻、死を待つだけのね。嘘だ。だってまだ生きてるじゃないか。ここですか。あら、マコト君来てくれたの。ありがとう。大丈夫なのよ。もう傷は大したことないから、じき目が覚めるだろうって先生がおっしゃって。失礼します。ハズキを返せ。君には何もできないんだろう。なぜハズキなんだよ。理由なんかないじゃないか。運命って言ったろ。いや、お前たちが面白がって殺すんだ。俺らは死んだ魂を無事天国に送り届けるのが仕事。特に抜けた魂を見つけてね。嘘だ。嘘なもんか。だって君も仲間だろ。にしても多すぎ。迷子になる魂がこの国は。適当なこと言ってないで。助ける方法があるんだろう。無理だね。なんで。運命ですから。運命って誰が決めたんだよ。魂が戻らないってことは戻れない理由があるってこと。苦しみや絶望、それに耐えきれなくなって魂は抜け出る。ああ、はい、僕です。大体の目星はつきました。今から送ります。僕が悪いんだ。君が悪い。まさか。君が悪いなら結局は気づいた人間だけが苦しむことになってしまう。でもあの時ハズキの悩みを。君を見てたら思い出すね。運命を変える力を持ちながら何にもできなかったアホ。俺もあの時気づいていれば。丘の上の展望台、彼女はそこさ。でもよく考えた方がいい。生きてほしいというのは自分のエゴかもしれないからね。もう手遅れで、怖くて一
人では怖くて。ねえ誠、今度こそ。葉月、決して死にたかったわけじゃないよな。イチコと泉は？お前の後始末さ。時間がない。送るぞ。アキラが何を吹き込んだかは知らないけど、ここは行かせないわ。無駄なのに。やめちゃうの？十分でしょ。あ、よし、起動した。化け物にならない可能性もあるんじゃないの？例外はない。もうちょっと待ってもらえないかな。市場を挟むな。どうなるか自分が一番分かってるだろう。僕を励ましてくれたのは君だった。さすがに強いな、おっさん。そう簡単に運命は変わらん。いや、
変えられんのだ。しまった。やれやれ、三人送ることになるとはな。イチコ。悪いわね、おっさん。私、面白いことが大好きだの知ってるでしょ。お前ら、自分のしていることが分かってんのか。もうこりゃ手に負えんぞ。私知ってる、マコト。手、つないでくれたよね。僕は恐れない。運命は変えられる。人は必ず死ぬのだ。でもそれは今じゃなくていい。気楽なものね。今のところは誠にしか救えない命がいっぱい待っていると知ったら驚くわね。それじゃあ私たちの運命は彼次第。迷える魂に聞いてみようぜ。Thank you.